皆さんこんにちは、B レジェンド梅野です。で今回も、東京出張バージョンということで、また選手の方にいろいろ話を聞いていきたいと思います。じゃあお二人自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。フィットネスビキニをやってます京沙絵です。よろしくお願いします。京沙絵さんです。そしてボディービルとフィジークに出てます東正治と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでこのビレジェンドをお会いをいただいているその若手2人を今回はお招きしてお話をしていきたいなと思います。でさっきからちょっとお話ししたんですけど椅子ですよね。なんかこうこっちがどっちかといえばそのホスト役なのに少しこうゴージャス。なんか椅子を合わせたくて、まあこうなったので、あんまその辺はコメントで言ってないのですが、そういう理由です。選ぶっていうわけではないので、すいません。先にちょっと言わせてください。で、お二人との、まあさっきちょっとお話、東さんとはしてたんですけど、初めましての時は去年のスポルテックですよね。あれ、京さんその前に会いましたっけ？なんか、あ、会いました。それで言うと、2017年のオールジャパンビキニは、会場にいたんですよ。はい、で、その時に、キョさんが優勝されてて、その時はいて、挨拶はしてないんですよ。あの人が優勝したんだな。で、こう、なんだ、パンフレット見た、キョさんって言うんだな、で終わってたと思うんです。そう。で、実際その、まあ、お会いして、ご挨拶させてもらったのが、スポルテックのお手伝いの時。2018年のスポルテック。そうです、そうです。そう。で、そこからちょこちょこ何かしらのマッチョ29のイベントとかでお会いしたりっていう感じでしたよね。はい。で、東さんはスポルテック。はい。で、お二人とも今年すいません。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いつも。というわけで。で、さっきちょっとその、まあ、さっき撮った動画の中で、まあ、お二人の話の中でやっぱり気になるところがあったので、ちょっとそれを今回テーマにしていろいろ広げていきたいのかなと思うんですけど、まあ、先ほど、まあ、特に印象的だったのは、京さんのビッグスリーの話。ビッグスリーの話。で、まあ、ビッグスリーの、話をちょっと今回は広げていきたいんですけど、特にやっぱり、東さんの場合は、ビッグスリーのうちに何をして何をしてないんでしたっけ？デッドリフトはやってないですね。ただベンチプレスとスクワットはしっかりやってます。あ、そうか。デッドリフトはちょっとその骨格的な問題というか、そうですね、合わないという感じですよね。はい、で、許さんは全部昔しました。まあ、ハーフデッドにしてるのと、うん、あと、ちょっと怪我を先月したので、あ、そうですか。その間、スクワットはやってるかも。あ、なるほど。じゃあちょっとスクワットの話をお伺いしたいんですけど、スクワットはそのまあ許さんの場合もう調子がいい時の話で構わないですけど、はい、スクワットはどういうスタイルでやってますか、東さんか。自分は結構重量を求めている感じで、はい、足が弱くて、まあ、それを太くするためにってことなんですけど、まあ大体結構ローバー寄りで担いで、あ、なるほどなるほど。足幅も結構ミディアムからワイドで担ぐような。あ、じゃあもう言ってしまえば若干そのパワーリフティング寄りな、はい、で割とその全部白旗が上がるくらい深くっていう感じ。そうです、結構ギリギリ攻める感じなんですけど、パラレルとフルの間が。なるほどなるほど。で回数的に言ってもまあローレップでやるか。そうですね、まあ4から多くても12が多いかなと。ああ、なるほど。そうか。まあ、それ以上やるとね。そうですね。12発超えてくると心拍数が本当に。そうですよね。そうか。今日さんはスクワットはどうですか？そのローバーで、少し広め、ワイド気味なんですけど、そこまで広げない。なるほど、なるほど。で、なるべくその深く。ああ、そうですか。もう一倍、このしんどいところを、お二人攻めるとは思いましたね。やっぱスクワットは外せない派ですか？どうですか？外せないですね。あ、そうですか。そうですね。あ、そうなんですね。なんかそれを聞くとちょっと私はすごく後ろめたいんですが、私は今もうなんだ、オリンピックバーの実はスクワットやってなくてですね、そう。なんかその腰が弱くて、で、フロントのスクワットをやったり、スミスマシーンのフロントをやったりっていうことをしてて、でもそういう話を聞いたら、ちょっと怪我がなかったらやっぱりローバーで重たいの担がなきゃなという気持ちになりました。じゃあちょっとベンチプレスの話いいですか？
ベンチプレスの、東さんのベンチプレスのメニューの組み方でいうとどうですか？あんまり考えてはないです。あ、そうですか。結構適当です、ね。その、なんだ、ブリッジとか、ケツ上げ、ケツちゃんとつけてとかでいうとどうですか、フォーム的に。ケツは上げないですね。ブリッジというか、腰の反りは軽く組みはするんですけど、うん、ケツは上げることは絶対になる。あ、じゃあそれも割とそのパワーリフティングでも白旗上がるくらい。そうですね。かかとを上げることもあんまりないです。あ、そうですか。なんなら、普通の足の、ベンチの台の上に足乗せちゃったりとか。あ、そうですか。もうかなりその往年のボディービルダーさんがやってるような。あ、そうですか。で、手幅とかはパワーリフティングのルールだったら81センチライン、あ、人差し指まで OK ですよね。そうですね。ただ自分ちょっと大胸筋何回か怪我してまして、うん、はい、その関係もあって今は81センチ台、小指がかからないぐらい内側で結構握ってる。ナロー気味、はい、ナロー気味ですね。だから可動域は30センチ超えてくれる感じ。あ、そうですか、はい。そうなってくると腕しんどくないですか？あんまりきつくないです。あ、そうですか。へえ。なんかその辺も結構腕のつき方とかで幅が狭くても胸に入れれる人は入れれたりみたいな話ありますもんね。海外の選手とかって結構狭めでやってる方多いですよ。いや、確かにね。それで言うと結構広く取ると胸って意識の方多いと思うんですけど、割と狭くても大胸筋に入るので結構おすすめしてます。なるほど。なんかこの辺は結構普段ベンチプレスをされてる方参考になる話なのかなと思います。私も結構ベンチプレス最近なんか久々に始め出してるんですけど、やっぱりそのワイドの時よりもまあおっしゃる通りそのナローの方が胸へは結構反応がいいのかなというふうにやって、同じような感じで今やらせてもらってます。お父さんはいかがですか？私もお尻はつけてブリッジも作って、かかとも浮かないスタイルで。あ、じゃあもう皆さんじゃ基本に忠実ですね。一緒にトレーニングしてる大学の友達がパワーリフティングをやってる子で、そうですか。ちょっとその影響もあってビッグスリーを結構こう更新したいっていうのがあって。え、その人もその重要で言うと今どうなんですか？その人、いや、その人の方が上です。あ、そうですか、はい、なるほどなるほど。全然でも今の感じだともうあわよくはちょっと抜かしてやろうかなくらいで。そうですね、ちょっとチャンスがあればなんか出てみたいなぐらい。なんかやっぱり許さんちょっと強いですよね、その辺。そう、なんかやっぱ基本じゃないですか。やっぱそこはなんか上げていきたいですよね。あ、なんかいいですね。ちょっと男勝りというか、すごい強い。やっぱりオールジャパン2連敗、やっぱ海外の大会も経験される方なのかなと思いました。いやいやで、デッドリフトは、まあ、フルではなしという感じですよね。で、まあ、そのベンチやそのスクワットで、まあ、デッドリフトはまあ人によってだと思うんですけど、ビッグ3のちょっと魅力、なんでそれしてるのっていうところをお二人に聞きたいですけど、東さんからなんでビッグ3やるんですかっていうところ。フリーウェイトの中でやっぱ最もパワーが出せる、じゃあ、高重量が使えるっていう点じゃないですか。あ、なるほど。体の土台作りっていう。はい、そういうので入れてるって感じですね、はい、いかがですか？私はまあおっしゃる通りなんですけど、一番パワーが出るのでトレーニングの最初に入れてあげると、うん、なんかテンションが上がってくる。ああ、なるほど、はいはい、そのなんかちっちゃい種目を最初にやるよりも、うん、ドーンってやってよしやるぞって感じで種目をやってった方がなんかいいですね。自分には効率がよくトレーニング進められる。なるほど。まあ、その重量に結構追いやすいというか出力がしやすい種目っていうこと でやっぱり採用されてるのかなっていうところもあるんですけど、結構今の流れでいうとそのトレーニング器具がもう日に日に良くなっていって、で結構そのビッグ3がの重要度が割と下がっていく傾向なのかなというふうな昨今なんですけど、そんな中やっぱり結果を残されている方は割と基本に忠実にされているというところは、結構その今ご覧になっている皆さんも見つめ直してもいいところなのかなというふうに感じました。なんかすごくそれを今回聞けただけでもなんか東京から東京に来た回がありました。改めてやっぱり結果残されている方なのですごくこうしみるなと思いました。じゃあちょっと話ガラッと変わるんですけど、一応お二人もちょっとずつまあ程度があるにしろ減量がスタートしているということなんですが、チートで儲けますか儲けませんか問題、ちょっと
と私今日チートデイ着たのそう、なんかもうこれ部屋着のように着てるんですけどそれをちょっとこうお伺いしたいなと思いまして、東さんはその辺いかがですか？チートデイしますね。する。はい。それはあなんもう頻度っていうのは決まってる感じですか？あんまり決めてないですね。あ、そうですか。ただもう自分はその代謝を上げるとかそういう目的ではなくて、食べたいから、あ、じゃあこの日は食べようみたいな感じ。メンタルケア的なところ。そうですね。あ、そうなんです。はっきり言ってトレーニングよりも食べることの方が好きなので大事ですよね、その辺すごく大事。キョウさんはいかがですか？儲けますね。儲ける、はい、それは、ある程度その戦略的なのかどうかで言うと、あのもう減量末期だったら戦略的に行くんですけど、こう減量して辛くなってきた最初の長い期間の間は本当に精神的な感じで取ってきますね。ああ、そうなんですね、はい、そうらしいですよ。皆さんチートデイしてもこれこの話だけ聞くとチートデイしていいと思うでしょそこはちょっと自己責任なんで、我々責任持てないんで、ね、あの話してください。そのじゃあチートデイを設けるからじゃあ何食べますかっていう話ですよね。それはちょっと多分日によってでしょうけど、どういうのを食べてる自分が多いのかというか、東さんは 何を食べますか？まあ、まずツートップで上がるのがラーメンとアイスクリーム。ラーメンいいっすね。なかなか攻撃力高い。そうですね。2体を出してきましたね。ラーメンで言うと、私はもう大体答え知ってるんですけど、ラーメンはこだわりとかあるんですか？治療系。なんかいいですよね。そう、結構でも筋トレしてる人ね、二郎好きだったり。多いですね。で、なんかいいですよね。私も結構二郎系。で、それで言うと大阪あんまないんですよ、二郎。いや、ありますよ。本当ですか？あの、ラーメン総シリーズ、歴史を刻め。ああ、はいはいはい。京都の方とか、あの、地球規模で考えろ空とか。ある。あります、ね、あります。行きます。ガテン系の、あの、結構あるんですよ。男塾とかそういう。調べてますね。結構あるんですよ。一回大阪旅行行った時行こうと思ったんですけど、あ、ラーメン荘の歴史を刻めの枚方店行ったら、ちょうど売り切れてしまって。あ、そうですか。食べれてないんですよ。わざわざ枚方まで行って。あ、そうだ、ね。相当、相当ですね、そこまで。大阪来て、なんか枚方までラーメンに行こう。関東から遠征してまで行こうっていうのはなかなか行かれてない。去年の8月に行ったんですよ。そうなんですか。結構じゃあもうコンテストもシーズン中の話ですね。え、じゃあその、この辺でというか、あの、関東近郊のおすすめラーメンってお聞きですか？関東近郊、一番美味しいと思うのは、あの、赤羽の方にある、ラーメン藤丸の神谷本店って。あ、そうなんですね。それも二郎系。二郎系ですね。あ、そうなんですね。二郎系っていうか、アリューって言うんですけど、あ、なるほど。もともと二郎で働いてた人が、今店長やってる。あ、そうなんですね。すごいな。ディレクター、今日ちょっと赤羽とあるんですけど。あ、でも、3時間くらい並ぶので。あ、そうですか。じゃあやめ、18時20分か30分オープンなんですけど、だいたい開店1時間前とかに並んで、だいたい合計で2時間待ちくらいで食べれるかなっていう。相当好きですね。なんかすごい今ので、あの、めちゃめちゃ、想像以上に好きなんだな。好きですね、ラーメン。ちょっとこんな話の後、ちょっと喋りづらいかもしれない。今日さんはどうですか？私は甘いものですね。あ、そうですか。和菓子とかもすごい食べます。あ、でも和菓子で言うと、どうですか、東さん。それは白で食べる。それは白で。ちょっとトレーニング後にちょっと和菓子食べちゃってる。全然そうですよね。なんかクリーンですよね、くらい。和菓子、あ、でもシュークリームとか。あ、シュークリーム。あ、そうなってくるとちょっとなんか、チートデーらしくなってきましたね。あれですか、シュークリームとかなんか好きな目。店とか一応聞いちゃうんですけど、あのビアードパパ、ああはいはい、なんか結構どこにでもありますね、はい、駅の中入ってますよね、はい、すごいこうバターの匂いがする一角があるなと思って角を曲がればビアードパパありますね、うん、毎月ほぼ毎月シーズンのものが出てくるので、あ、そうなんですね、魅力的ですよね。そうなんですね。そうか、これビーレジェンドですよ、ビアードパパの言っちゃうじゃないですか。すごいな。そうなんですね。まあ、という感じで、いろいろやっぱり、まあ、お二人共通されてるのは、まあ、戦略的もあるけど、割とそこはメンタルケアで、好きなものを食べてますよ。ただ、その、締めるときは締めるってことですね。そうですね。それを言わないと、多分、あの、年がら年中好き勝手食ってる感じになっちゃう。でも、本当、チートデイした後って結構、私が戻すのが大変で。ああ、はいはい。その、一日やったら、次の日からまた減量に戻りますっていうスイッチにちゃんと変わる時もあれば、そのチートデイの感じが
2日3日って残っちゃう時もあるんですよ。わかります。だからチートで2日目突入みたいな。突入であれみたいな。わかります。昨日だったよなって思って。ちょっとねその辺はすごくあの共感を得る方多いと思います。お酒とかって飲みますお二人？ピオさん。ほぼほぼ全く飲まないです。あ、飲まない。ピオさん飲まない。やっぱ飲まない方がいいんですね。まあいいのかな、ちょっとお酒に気をつけます。好きなんですか？私はお酒好きですし、チートデイはなんかもう、それこそメンタルケアという名目でお酒を飲んでましたけど、なんかそういう話を聞くとどうかな。で、最近そのノンアルコールカクテルを減量中に飲むようになって、これでも結構いけるなって思ってきたので、ちょっとそれを対応して禁酒を目指そうかなって思ったりしてるんですけど、でもお二人の話聞いたら、まあ酒取ってもなと。あの、やめてもいいのかなと。言うことは多分ないですよね。まあ、そうですよね。そう。ちょっとなんか、反省します。いや、でも、ラーメン二郎食べたところで多分いいことないと思う。いや、そうですね。まあ、そこは同じ、取りたければ全然いいんじゃないかな。ああ、なるほど。すごいですね。20歳、21歳にちょっと足しながらありまして。なんか逆になんですけど、いつもその、まあ、Bレジェンドの社員とそのサポートしてるアスリートの方という立場でお話をさせてもらったりとか、いろんなお願い事をさせて、もらってることが多いと思うんですけど、なんか聞いてみたいこととかあります？ Bレジェンドとしてもそうですし、上子としてもなんですけど、なんかあったりします？今後どういった仕事？あ、出た！それはね、まあ、言えるかどうかで言うと、まあ、なかなか、やっぱりお客さんにも、楽しんでもらいたいので、今、出せる情報はあまり多くないんですけど、今年はね、何個かコラボ系が、また、控えてます。ね、いつかな、結構、その、この、まあ、言ってしまえば筋トレシーズンの、まあ、5月、6月、7月、8月に、ポンポンポンと出すので、で、味については、まあ、Bレジェンド普段から飲んでいただいてるお二人はご存知かと思うんですけど、まあ、美味しいです。すごく美味しいですけど、結構攻めてる。ここ行くみたいな味を、はい、出してます。なんかその、まあ、波動拳とか、そういう結構、そういう煙に巻いたような、味を結構出す予定がありますので、そこはぜひ、できた際には、お二人にもお試しいただきたいなと思う。ですけど、もうそれはぜひお楽しみにということで、今日の回答とさせてもらいます。楽しみにします。ありがとうございます。いかがですか？あと、今後食品系とかは出てきますか？食品系は出します。お願いします。え、食品系今まででいうと何かハマったものありました？これ良かったなみたいな。なレインバー。あ、バーね。ありがとうございます。美味しかったですね。美味しい。そうなんですよ。なんかね、あれは結構。味で採用、あそこまで美味しくなかったら、工場からサンプルが上がった時に、多分出してなかったと思う。美味しいのが、なんか上がってきたのでっていう。1本 20g 入ってるのって珍しいですね。そうですね。国内だと確かにね、少ないですね。で、その辺は、あれ、実は作ってるのブルガリアなんですけど、そう、裏か見たらブルガリアって書いてあるんですけど、あれブルガリアからこう、で、今すいません、ちょっと欠品してて、で、そう、人気だったから、今多分ね、ブルガリアから、今、ドンブラコとこう、来てるとこだと思う。ちょっとそこの、まあ、遠い分、ラグが起きてしまってるのはすいませんって感じなんですけど。あ、チップス、大豆チップス。あ、はいはい。ありがとうございます。あれも京都の会社さんが作ってるので、うちでやらせてもらっててですね。やっぱりフード系欲しいですか？フード系欲しいです。減量中でも食べられるフード系とか。ああ、なるほど。具体的に何やったらいいですか？ちょっとこれはアイディアとしていただきたいですけど。具体的に。はい。シュークリーム。シュークリーム。シュークリーム、プロテインシュークリーム出したいなぁ。アイスクリームとか、アイス冷凍で。いいですね。それ、どうかなぁ。ちょっと、全処しますでした。はい。頑張ります。やっぱり、その辺、なんだろう、普段、減量してる時に、もう、やっぱり気兼ねなく食べれるものっていうのは、結構そのメーカーとしては永遠のテーマが、プロテインとかスポーツサプリメントで言うと、その辺は、すごく、アイディアがある、領域だと思うので、そこは、頑張ってやらせてもらおうかなと思います。あとどうですか、なんか何、どんな味とか何出してほしいとかあればぜひ。豚骨スープとか。ああ、豚骨スープ。そうですよね。そこだな。なんか二郎コラボいけないかな。でも、その
そういう系は、そうですね、豚骨スープ、どうだろうな。なんかこれもあんまり、お話できるところもあんまりないんですけど、そこは今、頑張ってますって感じです。おー、はい、頑張ってます。ね、その、減量中でも食べれるラーメン。で、ラーメン通の東さんが、ちゃんと美味しいと言っていただけるような、でもそこで、そこ次第でリリース遅れんじゃないかなと思うんですけど。だいぶ辛口で言ってる。そうそう。もうこんなに好きだと知らなかったから、やばいですね。ちょっと東さん。東さん監修にします、じゃあ。こういうパッケージ。そうそうそう。っていう。あ、でもありがとうございます。すごくアイディアとして、うん、これは持ち帰って早速、いろいろ動きたいと思います。ありがとうございます。そんなところですかね。あと大丈夫ですか。今プロテインって全部で何種類あるんですか。このレギュラーのもの、まあこれビーレジェンド社内ではお兄さんと呼んでるんですけど、このパッケージのもので13種で、コラボ系で言うとミルキーと波動拳と、ドラゴンボールのカメハメハとクマモン。で、今年多分大幅にまた増えてというか、楽しみに。ぜひぜひ。自分が高校生の頃飲んでた頃は3種類か4種類しか味がなかったんですけど。いや、でもそうですよね。本当に、その頃から比べてね、味はかなり、うちも、結構味作りは遊ばしてもらってるというか、プロテインといえば、例えばチョコとか。バニラとかっていうとこ以外のところを攻めさせてもらって、そこがすごくご好評いただいているので、そこはなんか引き続き B レジェンドとしていろいろやっていきたいなと考えております。まあ今回この2人をちょっとお招きしての動画ということで締めたいと思います。この動画の感想であったり、お二人に対するご質問であったり、はたまた、こういうコラボ見たいですみたいなのがありましたら、コメント欄の方にいただけたらと思います。で、もしも今回の動画をお楽しみいただけたという方は、グッドボタンの方お願いいたします。で、お二人それぞれ SNS だったり、今日さんは YouTube もされているということで、概要欄にそちらの、ボロボロも貼っ付けておきますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで今日はすいません。お忙しい中お時間頂戴しまして、ありがとうございます。ありがとうございます。お若い二人です。今後注目の選手ですので、ぜひ、お見逃しのないようにお願いいたします。今日はありがとうございました。皆さん、さよなら。ありがとうございました。